今日のご飯なんですけども、OL弁当風ニンニクチャーハンです。ちっちゃいね、弁当箱にニンニクチャーハン、ニンチャーが入ってます。ニンチャー好きなんですよね。食べよう、いただきます。うまい。ニンニクの芽も入ってるからすごいパンチがあるね。パンを落としてるんだけど、チャーハンを弁当箱に入れるってことは難しいな、これ。うわー、まず落ちた。でもうまいです。今日スーパーに買い物行ったらね、ティッシュとトイレットペーパーが大量に入荷されていて、この間まで空っぽだったのにね、今もうバッチリですね。ただ、家族に1個っていう制限がありましたね。しかし、まあ、あんなにたくさんあったティッシュとかが休まさせる前に空っぽになったっていうのはすごかったですね。噂って怖いですよね。
最近ね、夜中に喉が渇いて何遍も何遍も目が覚めるんですよ。で、まあ水飲んでまた寝るんですけど、また喉が渇いて目が覚めてね、これもしかしてこれ糖尿病なのかなと思って、心配してたんですけど、今日まあ病院がありまして、専用したら糖がマイナスだったんで大丈夫かなと、また今度血液検査で詳しく調べてもらいますけどもね、これは水餃子にタレをかけたものです。なかなかうまいですね。このニンニクの芽がいい味がしますね。ニンニクのパワーをさらにパワーアップさせる。これも OL 弁当としてかなり量入ってるな。圧縮したからかな。今度ね、パスタを作ってみようと思ってます。それも、中濁のパスタで、ハラペーニョとか入れて、
生理的に味にしようと思ってます。これも本当不条理なんですよね。入ってるよこれ。言ってましたけど腹いっぱいになってるじゃん。トマト1個食べるのもね、苦労するんですけど、僕の口の箱を受けたっていうのは 2.2 センチしかないんですよ。だから胃カメラ飲むときにね、こんな輪っかのやつ口に加えるんですけど、それが入らないんで、特別治療のちょっと小さいやつを無理やりねじ込んでやるわけなんですけどもね。一口で頬張ってみたいですね。マジで腹いっぱいになってきた、これ。
チャーハンを弁当に持ってくる人はスプーンを、ね、持ってってください。非常に食べづらいです。お味だとパワーアップしてとっても美味しいです。でもやっぱり油で炒めるからお腹にずっしりきますね。まあそんなこんなでもう10時なんですけども、 OL 弁当チャーハンバージョン食べました。お知らせです。それではまたごちそうさまでした。